はい、こんにちは、カズボウです。さて、続きをやっていきましょう。ね、学校って言ってたよね。もう進化したからね。おい、フルコー。坂道のトレーナーたちと戦ってポケモン成長したんじゃない？どれくらい強くなったか勝負して試してみようよ。いいよ。やった、持つべきものは友達だね。それじゃあフルコ、実りある勝負をしよう。さあ、行くぞ。わあ、進化したぞ。フルコ、強くなっていそうだし、今回は2匹で行かせてもらおうね。いいよ。こっち6匹いるよ。はい、水鉄砲。タイプ相性ついてくるね。勝ちへのこだわり感じるよ。まあね、勝たなくちゃ意味がない。ほっぺすりすぎだったね。あ、鳴き声だね。パモ。これでしょ？電気電気。電気電気。フェアリーフェアリー。地面地面。地面って電気効かないよね、確かに。重たい重量されてる。やっぱりフルコいいね。ジムリーダー戦とか早く行きたいんだけどね。あ、あれ覚えてねえのか、地面。フルコ楽しそうに私とっておき使っちゃう。何とっておきって。なんだそれ。マジかよ。ポケモンテラスタル。タイプの威力をもっと高めるんだ。なんだそんなチート技使ってね。効果ないよ。これあれ？あ、違う、アバックか。マフィ直し。地面タイプの技を覚えるのって雨だね。ビルも。まあ、足とかなかったよね。自分で技が出せない。連続で出すとダメなとこあるよね。OK。静電気邪魔だね。まあ、前の話で言うと、ダイマックス的なね。急成長にびっくりだよ。どうだ、すごいだろう。すごい、テラスタル相手にそのままで勝っちゃうなんて。あ、そうだ、フルコはまだ使えないんだ。後で何とかしてあげる。強いから忘れがちだけど、ポケモン始めたばっかりなんだよね。勝負の礼、フルコに元気のかけらをプレゼント。お、3個。じゃあサクサク行きましょう。そしたらこちら、門の向こうが学校の町、テーブルシティだよ。学校の町だって。町の中は坂とか階段多いから、一休みして追いかけるね。また回転したら進化するとかさ、なんかそんなんいたけど。いるんだろうな、そんなちょっとした進化の方法がなかなか分かんないようなのね。まあそんなのも紹介していこうとは思いますけど。
もう素晴らしいね。でっかい町だね。周りがあるけど。追いついた。やっと着いたね。ここがテーブルシティ、パルデア地方最大の都市。昔から交易が盛んで、新しい技術や知識を求めてたくさんの人たちがやってくるの。髪型をいじれる美容室やお惣菜が美味しい店もあるよ。お惣菜だって。ああ、なるほどね。古子は何が気になる？美容室。おしゃれさんだね。それともポケモン勝負で邪魔にならない髪型に？あ、勝負といえば、フルコにもテラスタル使ってほしいんだった。ちょっと手続きが必要だから代わりにやってくるね。何手続きって？その間フルコは街を、見て回ったら楽しいよ。制服アレンジできるブティックやレストランもあるから行ってみて。私のおすすめはポケモンに持たせて便利な道具を売ってるデリバードポーチかな。デリバードポーチ、友達の言うことはね、聞くもんだ。一通り見終わったら学校の前に集合。階段すごいから覚悟してね。心臓破り。また後で楽しみにしてて。ほい。じゃあちょっと回ってみようか。回って、もう学校に行きたいよね。学校前に集合しよう。まあいきなり行けばいいんでしょうけどね。美容室とかなんかいろいろありそうですけど。おお、ホシガリスがいる。あんな感じでね、まあ捕まえなくてもポケモンは分かったりするものもあるからね。こうパッと見て、アイテムだけちょっとね、見てね。なんか食べ物屋あるけど。入れないんだ。あ、入れんのか。さっきの家も入れんのかな。いらっしゃいませ。一生麺の毎度サンド。ああ、売ってんね。エスパー格闘、食事パワー。水、電気。遭遇パワー、水。遭遇すんのか。これ食べとくとなんか会いやすくなったりするのかな。レベル1って書いたけどね。お。ああ え、こんなんだ。サンドイッチ。ここもね、なんかポケモンのサイズよく見るとほら、大きさ違ったりとかね、するみたいだね。で、自分のも見てくれるみたいな。で、奥とか行くとね、なんかモンスターボール落っこってたりとか、結構行き止まりとかもあるからね。あ、そういうとこにはなんかあったりするんじゃないかな。あ、いけね。なんか屋根登れるんだけど、かい、あの、はしごがあったからさ、まあ、登ってみようかな、的な。絶対なんかある。お！マジか。上まで戻る。あ、そういうことできんだ。あ、戻るって全然関係ないとこ来てっけど。ここ登ったんだよね。なんか屋根の上とか行けそうだよね。あ、やっぱり。おっと。エレキボール。美容室じゃなくて服とか気になるよね。デリバードポーチとか言ってなかった？スカーレットだからね、レッドにしようかな。はい、若干ね、まあ、姿変えて、まあ、ポーチとかも欲しかったんだけどね。結構高かったりもするから。お、なんだ。スターダーだって。君もスターダーに入ればお星様のように輝けるのよ。本当、ナナの君さ、仲間と眩しい精神を送りたくないの？別に。こちら勧誘ノルマあるんだから、さっさとスターダーに入りなさいよ。困ったな。
助ける、見守る。あ、見守るって何もしない、助けなくちゃないんだね。そういうことか。ん？スターダーに何か用？入団希望なら後でね。今お話し中なのでね。あたしら泣く子も笑うスターダン。君は知ってるよね。泣く子も笑うんだ。知らない。もう何なのよ君まで。せっかくスターダンに入ったのにこんな扱い底辺じゃん。舐められっぱなしだとダンの面目丸つぶれ。勝負する気はなくなくない？そりゃそうね。あんたは最初のメガネを見張ってて。生意気なシンガオちゃんは私がお星様にさせちゃうわ。もうバトルか。あのポーズを覚えるか、スターダン。あ、もういます、これ。はい、ウェルカム。イエーイ。はい、無双でいこうか。まだ出すのかないか。私がお星様になっちゃった。416円、いっぱいちょうだい。何なのこのシンゴアちゃん、マジ強いんだけど。後輩がやられた。こうなったら先輩である俺が相手をするしかないのか。ちょっとちょっと、何やってんの。げ、生徒会長。めんどくさいやつに見つかっちまった。もうダメだよフルコ。ポケモン勝負するなら私とでしょ。そういうことでは。スターダンが、あ、ごめん、勘違いしちゃった。本当だ、よく見たらスターダン。また強引な勧誘してる。あ、はい、どうも。なるほどね。本来なら生徒会長としてこの騒ぎを収めるべきなんだろうけど、せっかくだからフルコが超マル秘アイテムで解決しちゃえ。お、テラスタローブ。帽子も変えようと思ったんだけどね。結晶の力を秘めてるローブ。エネルギーがチャージされているとポケモンをテラスタルさせる。どのポケモンでも対象なんかな、これ。テラスタローブを持っていると戦闘中にポケモンをテラスタルできるんだ。フルコのウェルカムは水タイプにテラスタルしそう。これもらうのって本当は専用の授業を受けないとだけど、私が推薦しといたから。使い方していこう。あれ、この流れはテラスタルのお試しにされる感じですか。嫌なら私と勝負だよ。ぐぬぬ、新顔の方ならまだ勝つチャンスはある。それじゃあ位置について勝負開始。タッパヤングース、パルデア地方ではポケモンが結晶化することがあります。それをテラスタルと呼びます。テラスタルポケモンを押すとポケモンがテラスタルします。あ、まあそうだね、テラスタイプ。あ、一度使うとしばらく使えなくなるんだ。ポケモンセンターで回復するんだね。はい、じゃあテラ、テラ、あったあったあった。キワッスのテラスタル見てなかったけど。まあ見えるよね、交換したよね、またね。はい、やばい。毒ビシ。キラキラキラ。まだ学校行ってないよ。さすがフルコ、テラスタルもいい感じ。テラスタイプと同じタイプの技はさらに強くなる。たまに全然違うタイプにテラスタルするポケモンもいるから戦略の幅がうんと広がるよ。テラスタルするとしばらく使えないからポケモンセンターでチャージしてね。そう、それじゃあ僕はこれで。お疲れ様でした。私もこの辺でお疲れ様でした。スターダンはいわゆるやんちゃな生徒の集まりなんだ。
出席率も低いし、集団で暴走してるし、先生たちも頭を抱えてるみたい。ありがとうございます。先行くんで。フルコ、えらい人助けしてたんだね。あんま見ない顔。あの子も転入生かな。 EV のバッグ、モフモフ。さて、いざこざも解決したし、いよいよ学校へ向かいますか。地獄の階段頑張って登ろう。まあ行くか。まあテラスタルも戻しときたいけど、まず行こう、ね、上にもあんのかな。 あここ行けっつってんだな多分。とりあえずは回復ね。いや遠いな。え、ポケモンセンターがちょっと遠いからいいや。オレンジアカデミー。おお、すごいね。フルコ、オレンジアカデミーへようこそ。ここは学校のエントランスホールだよ。ここの授業で登録すればいろんな授業を受けられるし、校内のいろんな施設につながっている。勝負できそうなくらい広いのに、エントランスでのポケモン勝負は校則で禁止なんだ。フルコさん、ネモさん、初めての投稿はいかがでしたか。楽しかったです。ネモさんのおかげでしょうか。私も校長として鼻が高いです。さすがチャンピオンランク、そして生徒会長ですね。ご案内ありがとうございます。友達だから当然ですよね、フルコ。あ、先生、そういえばスターダの人たち見ました。何ですって、どちらでですか。え、なんかいたな今。校門の階段下で EV バッグの子が絡まれてて。それは大ニュースですよ。今も彼らはいますか。フルコが実力で追っ払いました。あ、なんということでしょう。フルコさん、人助けはいいことですが、入学早々ワイルドはほどほどに。ネモさんもそういう時は先生を呼んでくださいね。なるほどですね。EV のバッグ、ボタンさんでしょうか。学校にいらしてなくて何、いらしてくれて何より。一応ネモさんはスターダのことを担任のジニア先生に報告してください。はい、わかりました。おっと、そろそろ修行時間です。お二人とも教室に急がなくては。フルコ、私たちの教室は1の A まで案内するね。おお。あれ、ネモン、オレンジアカデミー。ジニア先生、おはようございます。はい、皆さんおはようございます。今日は大ニュースがあります。知りたい人は誰かな？はいはい、知りたい。ちょっと遅れちゃってたけど、今日からこのクラスに新しいお友達が増えます。ザー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 。どんな子が来るのかな？どうぞ、入ってきてください。自己紹介できるかな？フルコです。ザザ、元気がいい子だね。皆さん、フルコさんに興味津々ですね。フルコさんに質問したい人は誰かな。はいはい、質問いいですか。フルコさんはポケモンのどういうところが好きですか。集める。わあ、そうなんだ、僕もだよ。他に質問がある人はいますかね。じゃあ私いいですか。フルコさんはこの学校で勉強していって将来何を目指したいですか。図鑑の完成。図鑑アプリ入れてよかった。集めることが好きなんだね。そうですね、収集家だもん。フルコさん、自己紹介ありがとうございます。僕は生物担当のジニア、担任の先生でもあります。フルコさんの席はそちら前から2番目でお願いしますね。それでは皆さん、これから仲良く勉強していきましょう。よろしくお願いします。学校の中自由に探検してみよう。なんだ、授業を受けられなかった。人の顔があるところでは何かが起こるかもしれません。気になる場所を選んでいってみましょう。人の顔がある場所。なんかいたね、あれね。なんだっけ、パピーだっけ。なんかそんな名前だったね、あれね。あいつか。ペパーだ。おお、またあったな。俺のこと覚えてるよな。東大の、そうそう、さすがの記憶力ちゃんだな。東大、そうだね。お前は名乗らなくていいぜ。フルコだ。
生徒会長とつるんでるだろ。学校中お前の噂で持ちきりだぜ。そんな有名人に会うため来たくもねえ学校まで足を運んでやったんだ。俺の野望の実現のためその強さ貸してくれねえか。どういうこと。へへ、俺の野望詳しく聞きたいか。意外かもしれねえけど俺ピクニックが好きで料理するのも得意なわけよ。今はポケモンを元気にする健康料理を研究してんだけど、この前見つけた本に食べればたちまち元気になる秘伝スパイスっていう食材の情報が載ってたんだ。秘伝スパイスは全部で5種類、その粉末をペロッと舐めるだけで滋養強壮、血行促進、老化防止に免疫アップだ。すげえな、パルデアにしかないガチで珍しい食材らしい。だけど秘伝スパイスは主ポケモンってのに守られてて簡単には手に入らねえんだと。多分こんなやつ。お、エリアゼロの怪物。エリアゼロには不思議なポケモンが生息している。あれか、なんか、あれか、ガラルの、あれみたいな、下に連れて行くにつれてポケモンがどうかもわからないような、巨大で凶暴な生物がその姿を見せ始める。彼らの猛攻を受けたことで、隊員が致命傷を負い、一時退却することとなった。観測隊の一人が偶然撮影した写真、ドンファンというポケモンに似ているような気がするが、体の大きさや背中の形など生物的に全く異なる、なんと偉大な牙であろうか。なんか、あれだね。自分ちょっと説明動画出したけどね、それだよね。自分で取りに行きたいけど、俺ポケモン勝負は苦手でさ。ポケモンが強い友達のあてもねえし、生徒会長に頼むのもうぜえし。そこでぜひともお前の力を貸してほしいんだ。はい。いいよ、行きたい。まだ答えなくていい。とりあえず、主がいそうな場所だけマップアプリに登録しておくな。答えなくていいってせっかく行くつってんのに。お、なんだあれ。なるほど。主の住処がマップアプリに登録された。これいくつで行けんだろうね。レジェンドルート。何それ、レジェンドルートだって。細かい話はまた今度。お近づきの印にこいつをやる。お、星の砂。手触りがされたらショップで安く売れる。考えといてくれよ。だから行くって言ってんのにね。はいはい。ロト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 、何、フルコだな。この通話はあなたのスマホをハッキングして行っている。誰ですか。私の名はカシオペア。あなたのことは知っている。高い素質を持つポケモントレーナー。その腕前を見込んで頼みたいことがある。フルコ、あなたはスターダンをしているな。はい。話が早くて助かる。スターダンとはアカデミーに通う生徒たちが作ったいわゆる不良グループ。彼らはアカデミーの風紀を乱し周囲に迷惑をかけている。そんな彼らを私は放っておくことができない。私はスターダンを解散させ星屑に変える作戦、スターダスト大作戦を考えている。この計画には同志が必要。あなたにも手を貸してほしい。はい、いいよ、やるよ。返事は結構、詳しいことはまた後日。いいよっつってんのにね、みんなしてね。今日のところはこれで。いいよいいよ、やるよ、全部やるよ。どうぞどうぞやらせてください。お、どうも古子さん。校内でのスマホ通話はもう少し小さな声でお願いしますね。わかりました。気をつけます。大切な個人情報が聞かれてしまうと危険ですので、今の時代気をつけることが多くて大変ですね。それではまた後ほど。この人絡んでたりするかもしれないよね。まあわかんないけどね。いろいろ考えすぎなのもあるかもしれないし。スターだ。なんかあるんだろうね。でもね、バトル学の授業が受けられるようになりました。それは、ああなるほど、これか。なんかすげえのいいな。それではチャンピオンネモ、代わりをお願いしますね。任せてください。むしろ楽しみです。それではお任せします。ごきげんよう。おや、失礼します。あ、フルコ。今、すごそうな人。やっぱわかる？あの人はトップって呼ばれてる。強くてすごくてかっこよくて私の目標で。いや、ポケモントレーナーなら誰もが憧れる人なんだ。すごい人なんだね。
あ、それでさ、さっきの教室での話。私の質問に図鑑の完成を目指すって言ってくれたよね。でもやっぱりさ、古子もチャンピオンランク目指してみない？いいよ。え、話早すぎ。とりあえず説明させてほしいな。いや、それもいいよ。目指すけどね。チャンピオンランクっていうのはポケモンを鍛えて、その技で人々を魅了する。ポケモン勝負プロ級の人たち。ポケモンリーグに認められると、チャンピオンランクを名乗れるんだ。チャンピオンランクに到達するだけでは、授業を受けるだけじゃダメで、8つのポケモンジムを勝ち抜いてジムバッジを集めるんだよ。そうしたら特別なテスト、チャンピオンテストに挑戦できる。合格すれば晴れてチャンピオンランクになれるんだよ。ポケモントレーナーはみんなのおかげですごい称号なのだ。で、自分で言うの恥ずかしいね。私は前回の宝探しでチャンピオンランクになったんだ。あ、宝探しっていうのはもうすぐ始まる特別な課外授業。前のは入学早々あったんだ。学校の外で冒険しながら自由に学べて楽しんでよ。今思えばあの経験が宝物だったのかな。古子と一緒なら私ももっと強くなれる。あらかじめジムの場所、マップアプリに登録しちゃおうか。なんかレジェンドなんたらとか。ああ、どこ先行けばいいの？チャンピオンロード。レジェンド？何？レジェンドコースだっけ？ 考えといてね。なんかいろいろあるんだな、それもね。よっしゃ、やることいっぱいあるね。ピンポンパン。古子さん、至急交渉室までいらしてください。いきなり呼び出しくらったで。繰り返します。はい。こういう人気になるよね。私に話しかけて時間を浪費するとは水凶だな。何もねえのか。なんかすげえんだもんだって、インパクトが。わあ、随分なご挨拶ありがとう。どうもね。どこ行こうか。校長室。古子さん、よくいらっしゃいました。オレンジアカデミーは気に入ってくださいましたか？はい。大変嬉しいお返事です。先ほど食堂で話せればよかったのですが、理由がありまして交渉室までお呼び出ししました。私の友人があなたに大事なお話があるそうです。おっと、この場にはいらっしゃいません。今つなぎますね。なんか知ってる人？あ、違うな。誰やこれ。あれじゃね？さっきの人のお母さんとかじゃね？ハロー、フルコ。はじめまして。私はオーリム。ね。パルデアの大穴の奥、エリアゼロにて、ポケモンの研究をしている。大穴の奥。なんか似たようなアニメ、最近見たような気ですけどね。我が校の卒業生で素晴らしい博士なんですよ。単刀直入に話そう。学籍番号 805C393 古子、君はコライドンという不思議なポケモンを連れているな。はい。正直な情報提供、大変感謝する。すげえね、筒抜けだね。いや、何、責めるつもりはない。ただ協力してほしいのだ。協力？あげゃ。いや、久しぶり。元気そうで何よりだ。ギャス。知ってんだね、やっぱね。実はコライドンは私が管理していたポケモンでね。ペパーという青年から受け取ったのであろう。ボールももともとは私のものなんだ。しかし、今私はそのポケモンを管理できない状況にいてね。古子には引き続きコライドンを可愛がってほしい。はい。そう言ってもらえると助かるよ。コライドンは今弱っており、戦闘能力を失っている。移動に特化したライドフォルムにはなれそうだが、持っていた能力を完全に取り戻すには時間を必要とするだろう。私の連絡先をスマホに登録しよう。スマホロトムを出してくれたまえ。もうここからでもできるんだ。すごいね。今後は状況確認のため定期的に連絡させてもらうよ。それでは達者で。
アギャギャギャス。このポケモンはもしやエリアゼロの。オリム、まさかあなたは。なんだ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 。博士に随分大きなお願いをされてしまいましたね。アカデミーも全力であなたをサポートしますから、託されたコライドンと共に学園生活を楽しんでくださいね。いや、その次のポケモンジムみたいなとこ行きたいよね。広くね。お、失礼します。あ、いたいた、フルコ。入学早々、教頭室に呼び出しなんて悪いことでもしたの？なんて冗談。ジニア先生から寮の部屋を案内するように言われたの。フルコのマイルーム、一緒に行ってみようよ。お、行こうか。ね、結構なスピードで配信すると思うよ、これは。ね。ジャカパーン。これからフルコが暮らす部屋です。で、私も初めて入るんだけど。学校初日からいろいろあって疲れたでしょ？ベッドでゆっくり休んでね。ベッドで寝れば人もポケモンも体力回復。ポケモンセンターじゃん。元気になったらまた明日いっぱいポケモン勝負しよう。そんじゃまたね。いっぱいポケモン勝負するの明日も。元気だね、本当にね。フルコがオレンジアカデミーに入学して何日かが経ち、冒険の始まる日がやってきた。生徒の皆さん、本日から課外授業が始まります。説明をいたしますのでグラウンドに集合してください。はいはい。ついに来た。課外授業楽しみすぎる。早くグラウンド行こう。はい、皆さん集まりましたかね。課外授業の説明を行います。課題のテーマは宝探し。お、皆さんには世界を旅して自分だけの宝物を探していただきます。これまで皆さんは学校の中で多くの知識を学んできたと思います。しかしこれからは外の世界にも目を向け、見聞を深めていただきたい。パルデアの豊かな自然、豊かな文化。そこで暮らすポケモンたち。おーおお。そこで暮らす人々。どこへ行き、誰と出会い、何をなすのか。それぞれがそれぞれのポケモンたちと共に歩き、共に考え、共に感じ、自分だけの宝物を見つけて帰ってきてください。課外授業を通して大きく成長したあなたたちに再びご挨拶できることを楽しみにしておりますよ。それでは宝探し開始。いってらっしゃい。何、レジェンド何たらと、何チャンピオンリーグと宝探しね、いっぱいあるね。あとテラスタルと、あとスターダンもね、出てきたね。まあ、全部絡んでくるんでしょうけどね。なんだこれ。よっしゃ、オープンワイルドだ。ライドしていくよ。元トカゲ。元トカゲ。あ、元そういうことね。そういうことか。皆さん気をつけて、パルデアの罠へ立ち入りは危ないので、高速違反ですからね。
ヘルコ行くよ。全クリごとか行けるようになるのかな。なんかそんなような感じもしない。はい。ということで出発。